ここでは実際の買い物での電子地域振興券アプリの使い方についてご説明します。まずレジでお買い物をされる際には事前に電子地域振興券アプリをウェブブラウザーで開いておきます。ログイン画面の ID、パスワード欄にご自身で設定されたメールアドレス、パスワードを入力してください。ログインすると現時点での残高が表示されます。画面下右から2番目の支払うのボタンを押します。次に読み取りスタートのボタンを押してください。カメラ許可の確認が出ますので許可ボタンを押してください。カメラが起動しますのでお店の QR コードを読み取ります。金額入力画面が表示されたら利用額の欄にお支払い金額を入力し次へを押します。金額確認画面が表示されますので金額確認画面であること、店舗名が正しいこと、入力した金額が正しいことをお店の方と確認してください。支払うのボタンを押すと決済音が流れます。 OK を押したら支払いは完了です。